はいどうも全然言葉がまとまらなくて何回も取り直してる話すか兄さんですちょっとね自信なくなってきてるんですけどまあ今回はねあのーえー、結構慎重にというか、えーまあ、言葉に気をつけながら話さないといけない問題について触れていきたいと思いますはい、まあ、24時間テレビについてね触れていきたいと思いますえー、まあね、えー、24時間テレビ まあこれが実演番組って言われる理由はですねまあ、知らない人いないと思うんですけどそう言われてるんですよ。でなんでそう言われてるかっていうと、えー、まあギャラがね支払われてるギャラがこうたくさん支払われてたりあとは、まあ、出演者の人にねであとは、えー、まあ障害者の方をこう見せしめにしてるとか冒涜してるっていう感じ。 もあるのかなまあ障害者の人にあのお金が支払われないみたいなのも、まあ、問題になってたりしますね。まあそういうので慈善番組って言われてるんですよ。で今回はまあそういうところで、えー、まあ擁護できるところをまあ自分の中のその善悪をはっきりさせて今回喋っていければいいかなと思います。はい、でまずは、えー、ギャラの話ですねギャラの話について触れていきたいと思います。えー まあそのキャラっていうのはまあ嵐で言えばね5,000万5人で5,000万払い払い支払われてたりあと萩本欽一さんとかはえー、まあ一人でね2,000万支払うみたいな出,る出てくれるなら2,000万支払いますよみたいなこと言われてねああじゃあもう出ないみたいな、うん、まあギャラが支払われるなら出ないみたいな、うん、っていうことで出なかったらしいですけどまあそういうふうにね結構高額で支払われてるらしくて。 で他のそのそんなメインじゃない人たちもなんかすげえもらってるらしいんですよねでまあそれの原因としてまあそのチャリティーで集めたお金、ね、そのいい時はねえー、っと19億ぐらい集めるらしいですね19億ぐらい素晴らしい19億もねもらえるもらえるじゃない募金募金でそのもらってあもらえるは合ってるからもらってまあその 復興ととかいろろんんなところに使えるんでしょまあ、それすごいなって思いますけどいい年で19億とかそのぐらいもらってるらしいですねでそれでですねその、まあ、たくさんお金をもらってるからそのお金があるからまあ、ちょっとぐらいだったら出演者に払っていいんじゃねみたいな感じがあるんじゃないかっていう話なんですよねそれで多分皆さん怒ってると思うんですよ。でこれに関しては その私はですね、その、まあ、24時間でも他に稼ぎ、ほか、稼ぐって言い方よくない。うんうん。まあ、あの、別に意図はないです。悪く言いたい意図はないんですけど、あの、はい。あの、で、ごめんなさい。それはごめんなさい。ごめんなさいと言うしかない。別なんだろう、悪く、悪く言いたいとか、悪く考えてるとかじゃないんですけど。で、それで、こう、あ、まあ、稼ぐか。 うんで他にそのあれなんですよお金をもらう方法として方法というか他にもお金をもらっている部分として広告っていうのがあるんですね CMCM CM があるんですよテレビはテレビは CM があるのでそのし、えー、24時間なんでずっとあのこの番組はっていうのでずっとあるじゃないですかずっと流れてるんで、まあ、あスポンサー見えてると思うんですけど24時間テレビ見てたら。 うんまあ、今もね24時間テレビやってますよ泳いでますねで、えー、その24時間テレビで、まあ、深夜帯でも1.5倍通常より1.5倍もお金がもらえるらしいですねその広告でね CM の収入でなんですげえ儲かるらしいんですよあのチャリティーっていう名目なので その評判もいいし見栄え見栄えというか、うん、なんかいいし企業さんもねこうどんどんこう入ってくれるらしくてどんどんお金を払ってくれるらしいんですよ。なんですごい稼いでいてるっていう話があるので俺はそこからお金が払われてるんじゃないかなって思いますね。そこから出演者の人たちにねたくさんお金が払われているんだとしたらまあ別にいいんじゃないかなって いいう思いがありますます、あ、仮にですよ仮にお金じゃあ全員ノーギャラですって言われた時に全員出なくなりますっていうことになったらないですよきっとないですよ優しい人はみんな出てくれますよみんな優しいですから出てくれますよまあ綺麗ごとかも綺麗、うん、いごとですけどね多分全員出てくれますよ、うん、普通にノーギャラで出る人はいると思う三浦さんとかね今走ってますけどね走ってましたうん ちょっっとと前まで走ってるところあのテレビ映ってましたけどなんで、えー、そういう人はいると思うんですけどもし全員がまあじゃあ出ないってなった時にこの番組が成り立たなくなってでこれだけそのチャリティーのお金集めることもできなくなるんですよ中京区とかまあ今年かどうかは知らないけどでそうなったらそうなったらそうなったらでうんそうなったらそうなったでなんか うん、うーん,なんかチャリティーのお金集まんなくなるのもなって思いますねだからまあなんだろうなうーんうん普通にそれで番組成り立たなくなったらじゃあそれでチャリティーの19億とかで、えー、いろんなところに支援当てるっていうのが全部なくなるわけになるからそうなるとうんなんか良くないんじゃないかなと思いますだからまあ別にギャラが多く支払われてた まあいいんじゃないかなってなりますけどね自分的にはまあ貧乏な人たちからお金巻き上げて、えー、セレブたちでなんかお金もらってたくさん遊べみたいな,うんなんかもらったお金で酒飲んだり女,そ女と遊んだりしてたらうんってすげえ怒るんですよそれは怒りたくなりますけどまあそれ CM のお金からじゃないって思うんで、まあ、もういいんじゃないかなっていう思いですはい。 まあもうなんかこれ以上はまとまる気がしないなんかもう3回も取り直しててここの話もうこれ以上まとまる気がしないんでこのぐらいで終わります。はい、まあ、なんかもっと <laughs> ごめんなさいもっとねあの話したい人がいれば、はい、ぜひともコメント欄でで次の話まあそのあ,あれかあの24時間マラソン間違えた何だっけ24時間マラソンじゃなくて何だっけあの マラソンあるじゃん、うん、あのマラソン『24時間テレビ』でやられてるマラソンがなんかやらせみたいなその全然走ってないのにすぐ走り終わんのにこう楽してねあの24時間ずっと走ってるように見せて各所でね車乗ったりで休んだりしてえっ、ー、となんかやってるみたいなで最後こう帳尻合わせて遅く走ってくださいとかちょっと止まってくださいとか言われながらギリギリで たたたどり着いいいてフィニッシュみたいなーみたいなわでそれはやらせだみたいな。でまあそれがやらせだとしてもえっ、ー、とまあんでもでもあそう出演者の人たちってそんな悪いのかなって思うところあってこの番組あこのねこれの悪いところはスタッフだと思うんですスタッフとかなんか。 番組だと思うんですよね、うん、まあその話はもうちょっと後で話しますけどまあなんでその走ってますしね今回で言えば4人、えー、近藤春菜さんとか、えー、頑張れるやよし子とか伊藤麻子とか三浦麻美とか麻美さ,さんねもう全部3ですけどまあ一応三浦さんは3にしましょうあの3ですけど3ですけどは意味わかんないあのー、この方たちもね結構 走るまあ走るためにちゃんとこうトレーニングとかちょっと痩せたりとかまあ走り方を覚えたりとか長く走れる走り方まあ自分は知らないんですけどまあそういうのを覚えて彼女たちなりにまあなんかちゃんと頑張ってるならその人たちそんな悪いのかなって思いますね。ちゃんとちょっとズルしてたとしても1 0キロ2 0キロ走ってると思うんで。 まあ、通常ね100キロで毎回1人で走ったりするんでまあ、それでズルしてて80キロとか60キロとかそれでもすごくないですかって話で自分からしたらそんなの走れないんでまあ、それはすごいなと思いますまあ、だからそれでまあ感動を生ませられるなら別にいいんじゃないかなと思いますねまあ、やらせたとしてもそのドラマとしてなんかきれいにわーってなるならそれはそれでおおすげえってなれるなら まあいいんじゃないかなって思いますね。はい。まあ一応話しましたけど。まあ一応マラソンのことも話しました。あとは、えー、大題としては、えー、その障害者のことですね。えー、まあ障害者の方たちに、えー、ノーギャラ。まあこれは、うん、これはなんか障害者の人たちに、まあお金を払う。まあお金を払う。 そうだな視聴者の人素人の人って基本あれだよねお金支払われないよね他のやつでもまあでも障害者の人たちが出るんだったらえー、まあ障害者の人たちにはお金を払うべきうんまあでもそこはあれだよね多分その出演者がたくさんギャラもらってる中でこうあの障害者の人たちは人たちは払われてないからまあそこでなんかこう差が。 腹にたうん、そこが勘に触れるんだろうねそこが嫌なんだろうね、うん、だとまあまあ確かに少し払われてもいい感じはするけどね何、うん、かなんだっけなえー、あまあいいっかなんか瓶を小,小銭が入った瓶を渡されたみたいなチャリティ行ったら、うん、でそれで弟が怒って帰ってきたみたいなツイートあったらしいですようんまあ、な,なんだろうなスタッフが悪いですね基本ねあの 出演者ににだろうあのー、先に話そう障害者の人がそう頑張ってるのとかなんか見せしめそのなんか何だろうなあのー、記事でまとめられてたんですけどそのフィルター、えー、障害者フィルターその障害者だから少しでも頑張れたらすごいねって見えてしまうその考え方もう根付いてしまった価値観みたいなのがまあ障害者フィルター。 まあだから健常者としては普通のことなんだけどけんあの障害者としてなんかできたらまあ少しできただけですごいねってこう言っちゃうとか思っちゃうっていうことが障害者フィルターらしくてまあ確かに確かにね確かにそうなってるところはあるなって思いますね。なんかそれで下に見てるとか言い方すごい悪いから下に見たり下に見てるとかあとなんだろう 平等に扱ってないとか、うんまあ、そういう言い方したらすごい悪いすごい悪いよねうんだからなんだろうねこう障害者の人でもなんだろうなじゃあ障害者の人を健常者と平等に扱うなら、えー、障害者施設とかで働く必要なくなるよね障害,者で障害者施設で えーと障害者施設いらなくなくるよねもう障害者の人でも,もう自分で頑張ってくださいっていう社会になるよね平等で扱,って扱うなら別にだって助ける必要なくなるんだから,だからあの普通の健常者の人が歩くの手伝って手伝ったりなんか手伝ったりする必要なくなるわけだからあ必要ないわけだからだとすれば、うん、まあなんかそれはそれで。 そううななっちゃうから、うん、なんだろうねだからすごいここ難しい話なんだけどだからなんだろうなうんでも障害者の人見たら助けたいっていう思いはうんなんだろうね普通の人間としてのあれなんだけどなんかそこあるよね障害者フィルターっていうかなんか全部のフィルターいろんなことに対してなんかこう助けてあげたくなるみたいなのはこう結構自分より 下,下,だろう下に見るってすごい言い方悪いんだけど自分よりなんかこう下に見てるわけではないんだけどなんかこう自分より苦労してるなっていうのでこう自分より大変な場所境遇にいる場所にいるっていうので見るのが、まあ、それをどういうかだよねそれをなんか下に見たりするっていうので言うか。 うん、だからそこら辺だと思う。そこら辺がすごい嫌なんだと思う。で、それで、あの、テレビでもね、前、でも普通にね、富士山登ったりしてるのとかすごいなと思う。あの、でも富士山で、なんかスタッフがね、おい、立ってやよみたいな。あの、富士山で休んでるところで、障害者の人に、おい、早く行くぞみたいな。何してんてパーンってこう、叩いたりね。してるところはあった。だから、あれはやばいと思う。 ああれれは普通にやばいでそのなんだろうな障害者を見せしめにしてるとか,なんか障害者に対してなんかひどいみたいなことを言ってるのって大人だと思うんですよね。あの子供がこの『24時間テレビ』を見たらあのその障害者の人たちが頑張ってる姿を見たら純粋にすごいな障害者の人でも頑張れるんだなあのこんなに頑張ってんだな っていうのですごいなって純粋なな気持ちしかないと思うんですよねその見せしめにしてるだとかなんか思わないのかなって思ってスタッフがなんか裏で手やってるとかそんなこと知らないからそんなことを思わないと思うんですよね。でだから頑張ってるなって純粋な目で見れるのなら大人たちがなんかその。 見せじめにしてるとか言ってんのは心が汚れてんじゃないかなって思います、ね、なんかもうそれそういうことを思ってること自体がなんかあれなのかなって思いますねうんなんかなんか微妙、うん、なんかこう事前ではないけどなんかそういう感じなのかなって思いますねでも障害者の人たちからしたらやっぱり腹立つらしいですねなんかうんだからあれはでもね 正直そうここで話そう正直ねスタッフがスタッフとか番組が悪いと思うだから出演者にねそんな罪ないと思う出演者の人は本当に何だろうな障害者の人と一緒にねなんかしたりなんかこう何かしたい、うん、役に立ちたいとかなんか楽しみたいっていう思いでやってると思うからスタッフがね黒い目でまあ 出演者を動かして、障害者を動かしてやってんじゃないかなと思いますね。なんか、日テレ、テレビ朝日テレビ朝日だっけ、日テレって。違くね何言ってんの日本テレビなんだっけフジテレビよりは、結構日テレって、クリーンに見られてるんですけど、まあね、この24時間テレビを見ると、やっぱりなんかそういう風に黒く見えますよね。1年に1回。うん。なんかね、 それ以外の時はすごいクリーンに見えるんですけどね、富士より、富士よりはね。なんかこれを見るとひどいなって思いますよね。何なんだろうね。だからでも結論言いたいのはやっぱりスタッフ。スタッフとか AD、えー、番組ディレクター、プロデューサー、まあ、あと社,会社,長社長とか、そこら辺が悪いんじゃないかなと思います。なんか出演者の人たちは、 正直、なそこまで悪いのかなって思いますね。あんま悪い、悪くないんじゃないかなって思いますね。ねその、ま、ギャラも仕方ない。っていうふうに、俺はもう結論をもまとめてるし、そんな悪くないと思います。うん、障害者の人たちも、うん、普通にだって楽しんでさ。こう二十時間テレビ出たいと思って。それで企画を、そのテレビを通して、企画で。なんかこう。 挑戦できる機会もらって、まあそれで苦しい、そう苦しいかったりするのが多分見せしめになってなんかあれなんだろうね。だから苦,苦しんでなんかできてない部分、こうなんか辛そうにしてる部分を見て見せしめになってる。全国ネットでそれ配信するわけですから、それで見せしめになってるっていうのが思うのがね、あやばい辛い大変そうこんなに大変なんだな。 っていうのを子供だったら思うはずなのに、見せしめにしてるとか思うのはまあ、<laughs> 汚れた価値観かなって思います。うん、正直ね。うん。でもこれは多分障害者の人たちからしたらなんかもっとこう許せない。何かが多分あるんでしょうけど、まじうん。まあいいや。あのー、そう。結論として。まあスタッフが。 悪いかなだから自然者も障害者の人たちも悪くない自然、あのー、じゃギャラもね多少まあ障害者うーんまあそこは分かんないな障害者の人たちに払うかってうーんなんかそれはそれでじゃあ他の他のさ一般人の人たちにはお金払わないのに障害者の人たちにギャラ払うんだったらまあそれもじゃあ差別というかなんかそれもこうなんか。 あのー、なんか、あれじゃないこう、フィルターかけてないみたいな、うん、そういう感じがしますね。うん、うん、なんか、だから、多少、事前かなって思いますね。だから、そういうことを言ってる人たちも、多少なんか、事前でね、そういうふうに言ってるんじゃないかなと思いますね。ああ、なんか、嵐が歌ってますね。5000万、本当にもらってるんですかね。うん、羨らやましいですね。うん、ま、c からでしょ。はい。 そう,思うそう思います私は。だってそれ全部噂でしょほとんど、うん。ギャラの話はもう噂でしょ。何信じたいかって話だよね。うん。まあはい日テレが悪いってことで出演者の人たちはまああんま悪くないってことで。でまあなんか富士に出るか日テレに出るかみたいなさモノマネの人たちとかなんかいろんな人たちがさ日テレと富士をこうどっちに出るかって両方とも問題があってみたいな。だからそれで出演者の人たちがそんなに困惑してるってことは。 やっぱ会社が会社が悪いんじゃないかなって思うんですよだから叩くなら会社を叩いてほしくて24時間テレビ自体は24時間テレビ自体を作ってるの作ってる人たちその主役たちはそんなに悪くないと思うんで24時間テレビはそんな悪くないと思いたい、うん、っていう結論ですうんかな はい、今回はねちょっと長くなってしまったんですけどはい、えー、20分やばっ今回はこの辺で終わりにしてごめんなさいちょっとこんなに長くするつもりはありませんでした今回はこの辺で終わりにしたいと思いますはいもっとこうぶつけたいと思いとか差別的だとかいうのがあったらまあちょっと改めないといけないのでうんそういうのあったら是非とも、えー、教えてください、はい それではね終わりたいと思います。はい、コメントとか、絶対コメントくる。あと、低評価だけで終わらせるぐらいなら、ちゃんとコメントして、こういうところが気に食わなかった、許せなかったっていうので、24時間テレビの自分のこの意見についてね、えー、文,句ある文句で、ちゃんとお願いします。はい、それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、えー、もうないよね。20分も話してると、まだあるんじゃないかなって思ってきちゃって。 ないよねうんご視聴ありがとうございました本当に長いことご視聴ありがとうございました